クリス・ヒーロー、クリス・ヒーロー、クリス・ヒーローのリングネームで知られるクリス・スプラドリンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州デートン出身。WWE 参加の NXT に、カシアス・オーノ、キャシアス・オーノのリングネームで所属。ドリー・ファンク・ジュニアヤイヤン・ロッテンに指九百九十八年九月十二日、有志において、地元オハイオ州、ゼニアの工業にて、 ワイフビーターのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。この団体で活動中、工業ポスターのワイフビーターの名を見た女性解放グループによりバッシングを受け、1999年にリングネームをクリスヒーローへと改名2001年、イワミッドサウスに参戦。キング・オブ・ザ・デスマッチに出場。1回戦目でコーポラル・ロビンソンを相手に画病を用いた。 デスマッチを戦うも敗退。2002年、コトドムにも参戦するに至り、1回戦で、コルト・カバナを下すと同時にイワミッドサウスの世界王座を獲得。2回戦目で、カバナとトレーシー・スマザーズと相手にこの王座を防衛。さらに2003年のコトドムでは、1回戦で褒み、サイドからこの王座を防衛するも、2回戦での、ダニー・ダニエルズとのテキサスデスマッチに敗れたことで、 この王座を失するに至った。2003年、ドイツの WXW に参戦。WXW ヘビー級王座を獲得。ベルトをアメリカへと持ち帰り、流出したことをきっかけに、WXW 世界ヘビー級王座へと名称を変更した。9月、CZW に参戦。2004年、フィラデルフィアを舞台に、CZW アイアンマン王座を獲得。 2005年、力に参戦。2006年、CZW 世界ヘビー級王座を獲得。9月、クラウディオ・カスタニオーリとキング・オブ・レスリング、キングス・オブ・レスリングなる、タッグチームを結成。CZW 世界タッグ王座を2回獲得。同年、ローに参戦。ローのタッグ王座を獲得。2007年、初来日、プロレスリングノアに参戦。2008年、 女子プロレスラーのサラデルレイと組んでローの男女、混合タック王座を獲得。2009年には、ローで活躍して、大いなる脚光を浴びた。2010年12月5日、カスタニオリと組んで、GHC タック王座を保持する、佐野拓馬高山義弘に挑戦。2012年2月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。参加団体である。 FCW にて、カシアス・オーノ、キャシアス・オーノのリングネームでトレーニングを開始。5月13日、FCWTV にて名優であるアントニオ・セザーロと対戦。終盤にセザーロのニュートラライザーを切り返し、ローリングウェルボーを決めようするがレフェリーへと誤爆すると、両者ともに制することができなくなり、レフェリーとレスラーたちの介入して無効試合となった。FCW が、 新人発掘番組であった NXT と統合し、新生 NXT へと移行してからは、リッチー・スティムボートと構想を展開。対戦するたびに反則を繰り返し、9月26日の決着戦においても反則を犯し敗戦。11月、タイソン・キットと構想を展開しているレオ・クルーガーに火星。タックを組んで活動を開始。2013年1月。 解説した NXT タッグ王座をかけた初代王者組を決めるトーナメントにクルーガーと出場するが準決勝にてブリティッシュアンビションと対戦し敗戦。以降、クルーガーとのタッグは解消。シングルに戻り故障中のタイソンキットに対して執拗に暴行を繰り返すがカラーコメンテーターであったウィリアム・リーガルに阻止されたことによりマトをリーガルに変更。 自身の思い描くリーガルがヒールだったということもあり、失念したことと同時に直接対決を申し込む。4月11日、リーガルとの対決が実現するが敗戦。試合後、心を入れ替えるためにベビーフェイスへと転向。ワイアットファミリーと交想を始めるようになり、エイドリアン・ネビルコリー・グレーブスと結託。後に、グレーブスと組んで、 NXT タック王座挑戦権を得るもの、の、不祥欠場により、ネビルに権利を譲ることになった。7月、素行の問題と、身体的に肥満であったために上層部から懲罰と減量を兼ねて、レーニングを命じられ、ロスターから外されることになった。トレーニングを経て11月6日、ルーク・ハーパーとのシングルマッチで復帰するが敗戦。同月13日、ビート・ザ・クロック。 チャレンジマッチで、タイラー・ブリーズと対戦して、久々に勝利を飾る。しかし、同月に、WWE から、素行不良などの理由から解雇となった。WWE 解雇後、2013年11月16日、PWS、プロレスリング・シンジケートのレッセルボールにて、シェーン・ヘルムズと対戦して、インディ復帰後の勝利を飾った。同月17日、 ドラゴンゲート USA のフリーダムファイト2013にてオープンザフリーダムゲート王座を保持するジョニー・ガルガノに挑戦。序盤にガルガノは今から俺はトリプル H になりきって戦うと宣言するとガルガノが使用したことのないペリグリーを置くライフォールされるが即座にカウント1で返し WWE へのアンチテーゼを込めた皮肉を見せる。 終盤にスーパーキックを暗クいホールされるが何とか、免れるもガルガのエスケープへと繋げられ敗戦した。12月14日、CZW のケージオブデス XV に外戦。CZW 世界ヘビー級王座を保持するドリュー・グラックに挑戦。最後にアンクル・ロックを決められギブアップした。2014年1月11日、ローのローオン・シンクレアに外戦。ケビン・スティーンと対戦。 試合開始早々に場外での攻防を行い、終盤にはお互いの得意技の応酬となり、観客よりアイシス・オースサムのチャントを受ける。終盤にハングマンズ・エルボーで止めを刺そうとしたところへ、ディケードの介入に遭い、最後にスティーンからスリーパースープレックスを決められ敗戦した。同月26日、カナダ・オンタリオ州を拠点とするスマッシュのエニー・ギブン・サンデーにに参戦。 AJ Styles と対戦して勝利。2月23日、ドラゴンゲート、u s a ウェイオブザロ e 2014にて、イボルブオーザ保持する AR FOX に挑戦。最後にドラゴンスリーパーを決めて勝利。ベルトをダッシュ。3月、WXW に外戦。トーナメントである、w x w 1 6カラットゴールド2 0 1 4にエントリー。 同月16日の決勝まで勝ち進み、アクセルティスチャーと対戦。最後にハングマンズエルボーを決めて勝利。優勝を飾った。4月4日、ドラゴンゲート、USA オープンザウルトマイターゲート2014にて、田中正人と対戦。両者が得意とするエルボー合戦となり、最後は田中のスライディングデイの前に駆使した。同月4日、プロレスリングノアに外戦。 グローバルタックリーグにコルトカバナとアメリカ代表タックビッグイン USA を結成してエントリー。2勝4敗、勝ち点4という結果で予選落ちするが技能賞を獲得。6月7日、トミードリーマーが主催する法の法語にてアダム・ピアースと対戦。打撃の打ち合いから最後にローリングエルボーを決めて勝利。10月、プロレスリングノアのグローバルリーグにて B ブロックにエントリー。 4勝3敗、勝ち点8で予選落ちとなるが、プロレス、格闘技 d X 賞を獲得。2015年4月、プロレスリング、ノアのグローバルタグリーグに、コルトカバナとのビッグイン USA で2年、連続出場。B ブロックにエントリー。3勝2敗、勝ち点6という結果に終わるが、同月19日の開幕戦での消す。 ダンスアーチャーデイビーボーイスミスジュニアから勝利したことなどが考慮され技能賞を獲得した。6月7日、スマッシュと提携して自主工業権チャリティーマッチであるクリスヒーロー SALS チャレンジを開催。スマッシュ所属のレスラーたちと3時間17試合に及ぶガントレットマッチを行った。同月プロレスリングノアの三沢光春メモリアルツアー2015に参戦。 同月19日、カバナとのタックで GHC ヘビー級タック王座を保持するケスに挑戦。最後にアーチャーからキラーボームを暗らい敗戦。ベルトをダッシュするに至らなかった。7月18日、宝級にてトミードリーマーと対戦。最後にローリングエルボーを決めて勝利。10月、プロレスリングノアのグローバルリーグに2年連続で出場。 A ブロックにエントリー。4勝3敗、勝ち点8で予選落ちという結果に終わる。11月13日、宝珠にて、プロレスリングノアで因縁のあるランスアーチャーと対戦。最後にローリングエルボーを決めて勝利。同月14日、宝珠一にて、田尻義弘と対戦。最後にグリーンミストを浴びて敗戦。同月28日、 イリノイ州の AW プロフェッショナルレスリンリディファインドのウィンディシティクラシッククサにて、プル a 所属のペンタゴンジュニアと対戦。最後にハングマンズエルボーを決めて勝利。12月23日、プロレスリングノアの肌揚げ15周年記念大会であるディスティニー2015にてカバナとのタッグで GHC ヘビー級タッグ王座を保持するケスに再び挑戦。 最後にダブルインパクト式、キラーボムを暗い配線。リベンジできずに終わった。2016年2月12日、PWG 防衛にてトレントと対戦。最後にツームストーンパイルドライバーを決めて勝利。2016年12月、WWE と契約を交わし再入団が決定。2017年1月6日、NXT ライブにて、 リングネームをカシアス・オーノへと戻して、アンドラーでアルマスと対戦。最後にハングマンズ・エルボーを決めて勝利。2月15日、NXT にて復帰を告知するプロモーションを行った。同月28日、NXT にて、ボビールード VS の A、ホセの試合で、ルードの勝利後、バックステージより登場。ルードに挑戦状を叩きつけると襲撃されるものの、 ラリアットを決めて、リングから追い出した。3月15日、NXT 王座を保持するボビールードに挑戦。終盤にローリングエルボーで場外に追い出し、リング内へと戻して、戦闘音を見舞い、ハングマンズエルボーで止めを刺そうとするも切り返されると、グロリアス d ーディティを決められ敗戦した。アメリカのプロレス、ヨーロッパのプロレス、メキシコのプロレス、および、 日本のプロレスの様式群の本格的な融合と評されている。指導者として挙げられるのは、レス・サッチャー、ドリー・ファイク・ジュニア、デーブ・テイラー、トレイシース・スマザーズ、ノア・ドージョーなど数多くのトレーナーに支持し、鍛え上げられた。また、ボクサーであるマーシャル・カウフマンから、ボクシングのテクニックを学んでいる。巨体からは想像もつかない、身軽で華麗な動きに加え、 何をするのか予測がつかない独特のムーブメントで観客を沸かせる。対戦相手の試合スタイルに合わせて様々なムーブを使い分ける器用さを持ち。日本ではプロレースリングのアを主戦場とし、三沢光春の影響を受け、エルボーバットを得意としている。他、インディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。